深掘りジャーニー、今回は県内屈指の観光地高千穂町の国見ヶ丘にやってきました。いや、上田君、はい、高千穂町といえば、高千穂町といえば神話？神話ですね。はい、まあ、そんな高千穂町で、はい、こう古くから代々受け継がれている文化といえば、それはもう神楽じゃないでしょうか。上田君、はい、神楽って舞ったことあります？神楽もちろんないです。ないですよね、はい、ないですよね、まあ、そんな神楽を舞うことができる農村民泊よどん宿に今日は深掘りしてきてもらいたいと思います。わかりました。それでは早速行ってきます。こちらがよどん宿の藤崎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。藤崎さん、はい、こちらのよどん宿はどういった宿なんでしょうか？はい、よどん宿のよどは、はい、この地方では夜神楽のことをよどと言っています。夜神楽、はい、でその夜神楽の体験をできるという意味でよどん宿になります。泊まるだけではなく夜神楽を体験することができる。はい、なるほど、それでよどん宿なんですね。もうこの衣装がそうですよね。はい、そうです。そもそもどうして神楽なんですか？21歳の時から、はい、この奉仕者というんですね、神楽を、まあ、奉仕者になって、はい、もう60、今70前ですから、はい、40何年携わってきて、神楽に興味を持っていただいて、とりわけその女性禁制なんですね、はい、この方。でもここではその女性も体験ができるというということで、どんどん盛り上がるんじゃないかなと思って、始めたんですね。よりこう神楽を楽しめる人が増えていくようにと。はい、そうです。じゃあ今日はその神楽を私も体験させていただけるということですね。はい、ありました。それでは藤崎さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあどうぞ。はい、失礼します。こちらです、どうぞ。おお、はい、ここに庭がありますよ。はい、なかなか民家にないですよね。これが神楽を舞う場所です。はい、作られたんですか？もう作っちゃいました。すごい、これは初めて入りました。はい、こんな風になってるんですね。なんかちょっと神聖な。そうですね、はい、空間ですね。喜ばれます。この空間自体は、まあ、よく映像でも見るんですが、このぶら下がっている白いもの、はいはい、これ一体何なんですか？はい、これは彫刻のここにもの、襟物と言います。襟物、はい、でこういろいろ図柄があるんですけど、はい、まあ、簡単に言うとこれが神社なんかの鳥居です。はい、襟物には陰陽や五行、十二支などがデザインされています。描かれる動物も地域によって異なるそうです。よどん宿ではこの襟物作りも体験できるんです。今人気のある図柄だけ並べていました。あ、この中から自分の好きなのを選んでみてください。あ、私選んでいいんですね。はい、はあ、悩みますね。はい、あ、金、はい、金人気ありますよ。あ、人気なんですか？はい、やっぱり欲望が、うん、まあ、人間の差がですよね。そうですね。金なんか金運上がりそうですもんね。アップアップになります。挑戦しやすそうなので言うとこの柄ですね。はい、良さそうですね。はい、女性には人気あります。あ、女性には。はい、じゃあ私この柄に挑戦させていただいてもいいですか？はい、はい、じゃあそれ取ってください。はい、この白い部分をくり抜いていくんですね。はい、白い部分は残して黒い部分だけを切り抜いていってください。わかりました。挑戦しやすそうということでこの柄を選びましたけど、どういった柄なんですか？師匠が、私の師匠が教えてくれたのは、はい、ユダスキって言って、ユダスキ、はい、縁起のいいのし袋のこう図柄とかに似てないですか？あ、確かに結び目、そうですね、そう言われると。
なんとなく縁起の良さそうなこのユダスキの柄を切り抜いていきます。こんなにこう普段細かい作業を集中して行うことないので。ですよね。はい、なんかいいですね、たまには。はい、で大概これ切られたお客様は心が静かになる、穏やかになるので落ち着くとか、こう、こうくり抜けば、よし、できました。あ、できました。いや、完成しました。よかったです。裏に当てて、はい、ラミネートをかけるか、はい、してます。完成した襟物は裏に色紙をつけてラミネートしたり、そのまま持って帰ることができますよ。さあ、着替えました。どうですか、似合ってますか。似合ってます。あ、本当ですか。 ありがとうございます。いや、こんな真っ白な袴を着ることなんてなかなかないですよね。ないですね。じゃあこれでちょっと神楽を練習して、はい、で、あとは表様をつけて本番やってみましょう。わかりました。よろしくお願いします。お願いします。こういう感じで。今回教えていただいたのはタジカラオの舞。タジカラオの御事がアマテラス大御神が隠れている天の岩戸を探し当てるところを表した舞です。はい、回っていく。この状態でずっと回っていく。そう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 。上手なもんじゃわ。本当ですか。すごい。いかがでしたか、藤崎さん。いや、なんかもう経験があるんじゃないかなと。素晴らしかったです。本当ね、もうなんか初めての方じゃないみたいにですね。本当に良かったですね。いや、もう精一杯に回せていただきました。いや、結構大変ですね。これをずっと回れるんですね。だいたいこれが1時間近くあります。タジカラは。そうなんですね。でもこれを経験できるっていうのはまたいいですね。はい、なかなかやっぱりずっと回ってる人じゃないと、この大変さとか、こうどこにこう気を使っているのかとかっていうのもわからないと思うので、こうやっぱ体験できる、みんなに体験してほしいですね。ありがとうございます。なんか今神様、本当の神様からありがたいお言葉いただいたような気がします。はい、はい、とうとう私を神様になりました。はい、いや、襟物と神楽2つ体験させていただきましたが、やはりこの地域の伝統をここに来て体験させていただくことでしかわからないことがたくさんありました。 ありがとうございます。はい、非常に楽しかったです。良かったです。はい、ありがとうございました。興味を持っていただいて、でまた置いていただいて、それが1年2年3年って続いていって、この神楽がずっと賑やかで、盛り上げて、皆様から盛り上げていただければ、神楽がずっと永久にこう続くな、それを一番思っています。そうですよね。で、本物の夜神楽の時に来てほしいんですよ。うん、ここで魅力を感じて、そうじゃあ今度夜神楽ありますよって、そういう時にその体験した人に来ていただけると嬉しいと。もう大体それがもう私の最終的な目標ですね。わ、はい、かりました。それでは藤崎さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ来てください、夜神楽に。はい、私も夜神楽見に行きますよ。農村民泊よどん宿を深掘りしてみたら、神楽愛と郷土愛にあふれた素敵な場所でした。皆さんも一度神楽を前に遊びに来てみませんか。